では続きましてニコさんからの投稿です。あ、そうなんだ。なんかそう、なんか聞いたことあるなと思ったもん。どっかで聞いたことある、うん、あ、なんか固まってる、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつか続きましてニコさんからの投稿です。うさぎ、あ、うさ、おめめの皆さんこんばんは。みかんとニコです。先週末に告知させていただいたうさランチ&うさんぽ会をしました。うん、10人と8匹の参加でした。曇り空でしたが、前回雨でできなかったうさんぽもできてとても楽しかったです。10人とって結構なもんだね。大人数で、あ、ハウルの弟子、うん、すっきりした。すっきりしましたね。ありがとうございます。はい、ではニコさんの VTR お願いします。乗せられとる。完璧遊ばれとるな、これ。満開だったんだ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、でもね、10人8匹、ね、すごいですね。うん、結構な数だこれ。はい、ねえ、大きい子いたね、なんかね。そうですね。うん、あ、きなこちゃんにどこもいたな。うん、桜の花びらが、うんうんうん、福岡も桜満開だって。この辺も結構咲いてんだよね、名古屋とか。そう、まあまあ、まあまあ咲いて、まあまあまあでもだいぶ咲いてきました。まあ、まあ、ね、はい、ね、うん、はい、また、うさランチうさんぽ会催しましたときはぜひ動画を撮ってください。お願いします。お願いします。そう、デレデレですわ。デレデレだしエロエロですよ。何と言われたと大丈夫ですけどみたいな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次いっちゃいますか。では次、博多の白うさぎさんからの投稿です。明美姉さん、お代打の方、うさぎ先輩、スタッフの皆さん、うさめ部員の皆さん、こんばんは。こんばんは。今回もビックリ映像を投稿します。プチシモネタ、うん、皆さんはウサギのパイオツ見たことがありますか。うーん、まじまじとはないな。
女の子のうさちゃんなら見たことがある方もおられるかもしれません、うん、人間オスにも立派なパイオツがあるように、うん、パイオツパイオツってうさぎのオス過去大福にも立派なパイオツがある、うん、あるんですよでは、大福のパイオツをご覧くださいやりすぎてビーチクがピンボケで見にくいかと思いますがよく見てくださいよく読んだな恥ずかしい入社して正式入社で5日目だよ5日目です5日目でパイオツビーチクとか一緒だどんなことださあそれではビーチクお願いしますお願いしますそうですね。そうだったんだ。あんな可愛らしいのがよく探したな。まああるだろうけどさ。でもなかなか見つけようと。何を？言うんですかまた。また言わなきゃいけないか。いいです。ごめんなさい。やめてください。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、ほんと、咳払いやね、うん、気をつけますはい、ではここで投稿の呼びかけです、うさぎのおめめでは視聴者の皆様からのうさぎの動画や写真を募集しています。投稿希望の方はぜひ info@yytv.com までお送りください。投稿の際にはペンネームとコメントを添えるのを忘れなく、また、BGM をこちらで差し替える場合がありますのでご了承ください。皆さんの投稿お待ちしています。はい、はい、神神々神神カンはさねえ、そうですね、大丈夫、手ベタベタじゃない、手汗がめちゃめちゃじゃない、もうめちゃめちゃだもん、やばいです、まあ、もうちょっとね、はい、あと半分だからガーディングはね